銀目モ目は、甲骨魚砂に所属する魚類の分類群の一つ。銀目イ海地下のみで構成され、一属十種を含む小さなグループである。かつては、金目イ目と同一の目に含められたが、近年ではそれぞれ独立の目として分類されるようになっている。銀目イ目の魚類はすべて海水魚で、大西洋の亜熱帯、熱帯域、ナタール沖を中心。所属する種のほとんどが、 水深180から640メートルの範囲に生息する深海魚である。日本近海からは4種が報告され、原生品の原料として利用される。銀メダイ族の一種。大きな目と触手のような口ひげが銀メダイ類の特徴である体型は、卵円形でやや細長く、左右に平たく側平たする。眼球は大きく、網膜の反射によって青みがかって見えることから。 銀メダインの名が付けられた。銀メダイ族では、郊外と全上顎骨を結ぶ人体が、体側郊外骨ではなく上蛇骨外側突起の間を通過するという特徴を持つ。このことは、本族が正確な系統学的位置がどうであれ、現世の極器類において、最も祖先的な形質を残した族の一つである、ことを示している。パターソンは、もし極器類の中に、哺乳類における、 単鉱類に相当するグループがいるとすれば、それは銀目大族であると述べている。下顎に舌骨に支持された一体の長い口ひげを持つ。背びれは連続的で、棘状と軟状はそれぞれ4から6本及び26から38本。尻びれの棘状は短く4棘13から17軟状。腹期は胸びれに近い位置にあり。 一本の溶け嬢様のヒレ嬢と六本の南嬢からなる。おヒレのヒレ嬢は16本で分子する。側線ウロコは33から38枚。エラ嬢骨は4本。エラ歯は11から21本。平坦な2枚の上顎骨と眼下腸頸骨及び元腸頸骨を有し、上尾骨は3本。幅の広い3体の上神経骨を持ち、 上肋骨と合わせて二つの肉間骨を備えた唯一の極器類である。椎骨は29から30個。銀目台目は銀目台化のみで構成され、原生のグループとしては銀目台属ポラミカシアの一属十種が所属する。本目は従来、側極球和目との関連が示唆されながら、金目台目に含まれることが多かった。1980年代の研究により、 銀メダイ類は、他のすべての極気類の姉妹群と位置づけられ、銀メダイ上目を単独で構成する独立の銀メダイ、目として扱われるようになった。しかし、その後の複数のゲノム解析結果はこれを否定し、銀メダイ類と酒ズキ目の類縁など様々な改変が提唱された。ネルソンの体系では、形態学、分子生物学量面のデータを取り入れた。 より分類学に特化した研究成果に基づき、本名をスティューレポルスカを含めた他の側極球アメ魚類の姉妹群と位置づけている。アラメギンメ。インド太平洋の深海に幅広く分布する銀メダイカには原生のグループとして一族十種が所属する。白紀後期の地層から化石が出土し、バーカップシス、ダルマティクシース、マグレイビクシース、オモソマ、 オマソマプシスなど、海星の絶滅族がいくつか知られている。ありがとうございます。